皆さんとインドネシアに伝わるふるさとの歌をお送りいたします。皆さん本当に今日はありがとうございます。先ほど GGF4 人で平均年齢73歳で老体に夢中って頑張っており楽しんでおります。またこれからも機会がありましたら、で今日はここに今留学生の諸君が並んでいただいております。もう本当にあの先ほどリハーサルまでは非常に元気よかったんですけど、今非常に緊張状態があるようですけれども、もう私たちの方で今あのピアノを今度弾いてもらっても吉武博美さんにもうインドネシアの楽曲を収集したのをいろんな形で、アレンジをしてそして発表します。だけど正直、やはりアンクロンという民族楽器なんかとは非常に難しいところがあるなというのを感じているところで、ございます。だけどこれを今度ずっと工夫をしながら、私どももどんどんインドネシアの音楽を発信しています。今日は3曲、祖国という曲よりインドネシアです。それから2曲目は文化版ソロ、もう皆さんご存知、ね、ご年配の方、私たち大体同じ年代くらいの方は文化版ソロ皆さんご存知だと思います。そして一番最後は西という確か映画音楽のじゃないかと思いますけれども、日という歌を歌って3曲歌ってもらいます。一番最後は赤トンボを歌いますので、どうか最後までどうぞお聴きいただきたいと思います。そして彼らにもたくさん拍手をお願いいたします。今日はありがとうございました。すいません、重ねてご挨拶申し上げます。第3部はですね、3曲ございます。1曲目はあのインドネシアを代表する音楽になるそうです。2曲目の文化版ソロという曲目は、こちらでいう赤トンボのようなあの日本の子供心をくすぐるような音楽になるそうです。そして3曲目のラスカルプランギという曲はあのインドネシア全土で大変ヒットした映画のタイトル名なんだそうです。でそれがヒューマンドラマですね、人間ドラマを描いたあの映画のタイトルがそのまま曲目になった歌になります。それではですね、アンクロンですかね、楽器こちらの右側にある竹でできた楽器なんですけれども、音を震わせると非常に可愛い音が流れますので、どうぞ皆さん楽しんでください。それではよろしくお願いします。
曲は文化紋章です。文化紋章はインドネシアにある有名な川です。皆様、ぜひ聴いてください。できるだけいつも頑張るという気持ちを伝えることです。 Thank you.
皆さんありがとうございました。いかがでしたでしょうか。私も最近知ったんですけれども、彼らは楽譜を見ながら練習するっていう習慣がないらしくて、あちらにある楽器の方も先ほど見ましたら番号の方をついた紙を見ながら練習されてました。皆さん熊大の留学生で、普段は日常勉学に励んでらっしゃるのに、今回のこのステージのために何回も何回も練習を重ねてここまでやってまいりました。皆さん本当にありがとうございました。それではですね、最後にみんなで赤とんぼを歌って終わらせていただきたいと思います。今見たインドネシアの方々も何人か来てくださってるみたいなので、So, last one is赤とんぼ everybody singing a song together、はい、それでは最後は GG5 じゃないですね。GGX の皆さんと一緒に会場の皆様も一緒に赤とんぼ終わって終了させていただきたいと思います。本日はお忙しい中足を運んでいただきまして本当にありがとうございました。